ヤーガミレンのおじチャンネル。はい、ちょっとねモチベーションとかの話してたらテンション高くなっちゃって、この流れでどんどん撮りたいと思います。やっぱ前髪あった方がかっこいいはかっこいいんだよな。はい、どう、なんかそっちの方がセクシーじゃない？なんだ、何よかった。なんかさ最近さ都市伝説とかさお金の話だったりとかさ結構暗真面目になっちゃうの多くて、もうこれぐらいダラダラやりたい俺は。うん、そうだね。ってことで今回の質問は桜とお酒のお話をしてほしいって言われたんですけど、まあ春なんでね、まあ出会いと別れの季節ということで、まあ桜ってさちょっと始業式とかのさ入学式かとかのさちょい前にやってさ、入学式の時って割と枯れてない？なんか入学式もうちょっと早くすればいいのにって思うんですけど、まあ桜の思い出は、まあ俺の地元、俺中学とか行ってたとこ、まあ坂の上に中学校があって、もうそこってもう本当全部桜に囲まれてたんですよ。坂道の全部桜、両方全部桜で、もうだから中学校とかの思い出になっちゃうな桜ってなると。本当結構な坂で、努力坂って言うんですけど、もう名前やばくない？努力坂、努力しないと上がれないような坂を登って中学に行くわけですよ。まあだからなんか足腰鍛えられたりとかして結構スポーツとか強い学校だったんですけど、まあ桜がすごく綺麗で、まあその冬とかね雪降るともう坂登れないぐらいの坂なんですけど、ほんと桜綺麗だったなと思いますね。あと岡崎市に音川ってあるんですけど、まあそのおつ乙女のおつ音とかと川で音川っていうのがあるんですけど、まあ岡崎城っていうお城があって、まあその音川が全部基本桜なんですよ、両サイドね。でまあ花火大会のもあったりとか、いろいろ音川ではいろいろ行われるんですけど、まあその音川の桜マジで綺麗だから、普通の桜ですね、なんかしだれ桜とか河津桜ではなくて、あのもうシンプルなあの桜。はい、あとでも大人になってからは河津桜、ちょっと早めに咲く桜でちょっとお花が大きいやつは、うん、俺は好きだなと思いますね。しだれ桜も好きなんだけどなかなか見る機会なくて、うんって感じかな。はい、ちょっとシャカシャカ言うね、ちょっと着替えるわ、ごめんね、ちょっと お待ちください。はい、というわけで着替えてきました。桜柄です、桜色か。はい、ここがねちょっとねショッキングピンクになっていて、去年買ったやつなんですけど、カルバンクラインかな。はい、まあお気に入りの1枚ですね。まあ春だから着れるっていうのはあるんだけど、これリバーシブルじゃなかったかな、リバーシブルではないか。いや、リバーシブルなんじゃないの、なんかそんな感じする。シャカシャカうるさいよねって言って着替えてきたのにまたシャカシャカしちゃってね。あー、いいやということで、もうでも桜の話終わったな。はい、そんな感じかな。いや、やっぱあっちのベージュの方がいいね、ベージュでちょいピンクが見えてる方がいいね。はい、ということで、まあ桜、ああ、と桜とお酒の話を聞きたいって言われて、お酒マジで弱くて、まあ他の時でも最近話したね、まあでもお酒は本当弱い人には飲ませない方がいいね、肌荒れるし俺だったら、で体痒くなるし、もうほぼアレルギーみたいなもんよね。はい、なんで俺はもうお茶とか、あとお水、もうシンプルなお水でいいなって思ってますね。ちょっとお酒家にあるのでちょっとだけ見せようか。じゃあじゃん、持ってきました。
筆書きワイン。これは前に撮ったゴッドヒコザのっていう映画の時に、まあ愛知県の幸田というねところにねお世話になって、そこで筆書きって言って、まあなんかちょっと筆の形をしたような書きが名産で、で、まあ、筆書きの干し書きみたいなやつとか食べたんですけど、すごい美味しくて、でこの筆書きワインっていうのが、そのねお世話になった工場の社長さん、まあ俺のいとこの友達だったんだけど、まあその方が作ったって言ってたよね、この筆書きワインっていうのを。多分ね100本200本ぐらいしかね作らなかったのよこれを。なんでこれを家にあるお酒としては、これが唯一あるお酒ですねって言っても、封も開いてないし、まあなんか一人で飲んだってさ寂しいし、ただ気持ち悪くなるだけだから、まあなんか誰か来て、もしお酒飲むような人が来ればって言っても、マジで俺うち誰も来ないし、別に俺呼びたくないしって感じなんだけど、ですかね。はい、お酒はまあまあまあ皆さん好きなら飲めばいいと思うし、そのなんだろう、楽しむ程度で、まあなんかねハメ外したりとか記憶なくしたりとか、もう正直俺的には羨ましい。うん、の気づいたら別の人の家にいたとかさ、ゴミに紛れて寝てたよとかさ、タクシー乗ってちゃんと帰ってたよ、えマジ記憶ないんだけどとか言いたい。ないもん、何もない、記憶飛んだことないし、全部記憶ある。はい、って感じで、まあお酒に関してはそんなのかな。まあ今年だったらまあ花見できる場所はあると思うし、うん、皆さんねなんかお花見とか行くようであれば普通に楽しんでくださいとは思いますね。まあ感染対策って言っちゃったまあ感染対策とかいろいろあるとは思うんですけど、まあ外換気大事っていうじゃん。まあエアゾルがちゃんと任命されるようになって、換気が一番大事っていう風になってるじゃん今世の中。なってるかな、俺の認識間違ってる。で外ってもう換気 100% じゃん。だから外だったらちょっと甘くなっていいんじゃないのとは思うよ俺はね。うん、周りがどう思うかはもう知らん。はい、けどまあ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 そういうね、まあなんか他人に迷惑かけないように、すごくその範疇で楽しんでもらえればいいなと思います。お酒もね花見も楽しみましょう。まあ桜すぐ散っちゃうからね、すごいよね。あんだけさやっぱ木としてさずーっとあってさ、別美しくもなんともないじゃん、その咲いてない状態の。まあ葉桜とか俺好きなんだけど、割と葉桜でもない何でもない桜の状態ってすごく多くて、でああやって花は絶対に1年に1回咲くじゃん。だからなんか桜を見てて時々羨ましいというか、ああこんなちゃんと桜を咲くために1年間過ごしてたんだなっていうか、まあそれ考えすぎかもしれないけど絶対咲くじゃん。でもさ人の夢だったりさやりたいことだったりとかってさ必ず花開くわけじゃないじゃない。だから時々羨ましいなと思ったりもするわけです。はい、なんかセンチなこと言ってますけど、まあ、そんな感じですね。はい、じゃあ今日はこんなところで、ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、まああと拡散とかね、あとコメントだったりとか、そうすればまあ俺のモチベーションも高くいられると思うので、うん、どうせだったら楽しくやりたいんでね、みんなと一緒に、うん、本当に一緒に作っていく感じでいいなと思ってますね。はい、まあ大した内容は上げてないよ確かに。だけど皆さんがいるから頑張れるんだよってことをちゃんと届けたいなと思っています。じゃあまた会いましょう。バイバイ。